本日は、選挙に行こうキャンペーンで、ライオンさんに来てもらいました。ライオンさん、来年の参議院選挙から選挙権が18歳以上になるんですけども、そのためにやはり今回の統一地方選に向けて、あれですか、選挙に行こうキャンペーンをしてるんですか。なるほど、やはりそうですよね。やっぱ少しでも若い 子たちに興味持ってもらうために、今回の統一選を通してこの、運動をしてるんですね。なるほど、わかりました。じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、どうも。はい、はい、はい。